キングスエンブレムは日本の競争馬。主な勝ち倉は2010年のシリウス・ステークス。場名は父王エンブレムからの連想による。英語で王の紋章の意。クラブ法人サンデーレーシングの所有場で募集価格は1億円。2007年11月4日、京都競馬場の新馬戦にて竹豊城でデビュー、一番人気に押され初勝利を挙げる。その後、 クラシックを意識したローテーションが組まれ、3歳となった2008年の3戦目のスミレステークスで2勝目を挙げた。続いて、サツキ賞出走権獲得を求めて出走した若葉ステークスは10キロは体重を減らして5着に終わり、春シーズンは全休することとなった。秋はセントライト記念から指導したものの7着に敗退。その後も芝の競争を使われるも勝ち上がることが、 できなかった。兄に、サカラーと、バーミリアンがいる決闘的背景から、ダートへの転向を求める声が早くからあったが、4歳となった2009年の上鴨ステイクスがダート、初出走となった。このレースで、スミレステイクス以来の3勝目となった。しかし、その後故障のため長期休養を余儀なくされた。2010年3月14日のコーナンステイクスで、復帰、レースでは、 中段追走も直線で伸びきれず10着と大敗した。続く阪神スプリングプレミアムでは先段追走も失速し11着と大敗した。休養を挟み9月12日のオークランドレーシングクラブトロフィーでは中段から直線鋭い足で逃げるドリームライナーをかわして2場審査をつけて4勝目を挙げた。シリウス S 重勝初挑戦となった10月2日の シリウスステークスに一番人気で出走。中段追走から最後の直線で先に抜け出したラベリータを捉えて解消、重傷発生波を飾った。11月7日の宮古ステークスでは中段のやや後ろから追い上げるが逃げるトランセンドを捉えられず2着だった。12月5日のジャパンカップダートではバーミリアンとの兄弟対決となったが9着と振るわなかった。ちなみに バーミリアンは14着と大敗し、このレースを最後に引退したため、最初で最後の兄弟対決となった。2011年初戦は4月10日のマーチステークス、後位追走も、直線で伸びを変いて8着に敗れた。続く、ダイオライト記念は2番手集団で追走したが、直線で脚色が衰えて5着、東海ステークスでは、集団追走も伸びきれず8着と、 残敗続きであったが、シリウスステイクスでは、中段からまくり気味に進出して2着となった。ヤコステイクスでは、最後方からまくり気味に進出して追い上げたが7着に、終わった。ベテルギウスステイクスでは、道中行為の内々を追走すると、直線入り口で逃げた、A、シ進モアオーバーの外から、抜け出して、勝利を収めた。2012年初戦は1月25日の川崎記念。 後一一層も直線で伸びを書いて7着に敗れた。約11ヶ月の休みを経て、12月の名古屋グランプリに出走10着に敗れた。2013年は佐賀記念から指導し3着、その後ブリリアントステークス12着、平安ステークス13着となり、5月22日付で競争場登録を抹消された。その後は、 千葉県のホースライディングクラブバランスで乗馬となった。調教助手の松原は本馬について走ってみないとわからない三進化、ホームランのタイプと評している。ありがとうございます。